おいで、ヘベスキューラ野付半島に来たぞ。エーブンのおびにしゃべる始まるよ。こっち側が海で、うん、こっち側が、はい、奈良わらって言って、あ、うん、奈良の木が、はい、塩水で枯れたんだって。もうちょっと先に行くと、うん、野付半島のネイチャーセンターっていうのがあるかな。ああ、うん、ちょっと先まで進んでみよう。はい、おーい、よし、着きました。着いたね、はい、ああ、塩の香りがするね。うん、どうした、うん、キャンピングカー。キャンピングカーね、ここがネイチャーセンター。ここから海覗けるんじゃない。そう、はい、どれどれ、よいしょよいしょ。おー、すぐ海だ。あ、海だ。船だ。船だ。船あるね。先に行けるのかな。ネイチャーセンター行ってみようぜ。あ、何入れるんだろう。いいですね、バッチリです。 OK です、いただきました。どうぞ。上、上がってみる。あ、ガッ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 。トドワラ川テラスに望遠鏡があります。ご自由にお使いください。これ見ていいんだって。なんか見えた。海側さっき見たからこっち側見てみようかね。椅子ある。こっちだ。よいしょ。はい。失礼します。はーい。失礼します。アイスクリーム食べたい。下で売ってるかもね。そうか、下降りてアイスクリーム買おうか。お、うん、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、来たよ。来た、うん、仕事いいね。うん、行きします。はい、どうぞ。よう食べますね。はい、よいしょ。おいしい。おいしい。ご飯にも一口ちょうだい。はい、こう、うまいね。うまい。
まあ、ここだからもうちょっと先まで行ける。ここに駐車場あるの。駐車場あるの。この灯台付近まで行けそうだな。ここ、うん、もうちょっと先まで行ってみるか。はい、よし。まあ、じゃあ先が行きましょう。はい。鹿がいるよ。ここ、うん、結構いっぱいいるね。1,2,3,4,5 5位5匹、うん、あっちの奥の方にもいるな。車で来れるところの限界ポイントまで来ました。はい。とはいえ何もございませんでしたね。はい、ちょっと近くあそこに鹿がいるぐらいかな。鹿いるね。こっから先はちょっと見えるから入ってない。関係者以外入れないからここで終わりだね。え、怖くないよ。うん、鹿がいる。いるの。鹿さっき取っちゃったしな。あ、いるよ、あそこに。ここら辺に鹿がいる。見える？見えない。見えない。鹿って分かるけども。あ、ちょっとさ、来る途中砂浜見つけたからさ、うん、そこでちょっと寄って戻ろっか。はい。今度は海が来ましたよ。海、海ちょっと割と近くまで行けそうだからちょっとだけ寄ってみる。わねえ、こっちこっち。ちゃうぜ。はい。あっ、静かにしたよ。確かに。よく見たら魚がいっぱい。え、なんだこりゃ。うわ、なんだこりゃ。魚がいっぱいいる。なんだこりゃ。魚がいっぱい。カニもいる。カニもいるぞ。魚とカニがいっぱい打ち上げられている。どんな。以上、野付半島からでした。今日はここまで。バイバイ。バイバイ。